皆さんこんにちは、 DTU 村田です。いつもご視聴いただきありがとうございます。卓球頑張ってますか？はい、今回の動画ですね、おなじみ水野の新シーズンの紹介でございます。村田もおすすめです。ここにもすでにあるんですけれども、水野から出てる大人気シューズですね、ウェーブメタル SP5 の新しいのが出ました。こちらなんといっても特徴はここのボアシステム。でも当初のね、最初に出たやつから比べるとだいぶここの部分もスタイリッシュになって、なんか優しい感じになったんですね。回すところにゴムがついていて、まあこれ1回履くともうこれ以外嫌だっていう方がうちのお客さんでもすごく多くて、やっぱ楽なんですよね。で、毎回同じ強度で締め付けられるし、着脱がすごく簡単なので、だいぶね、重さもねちょっと軽くなった気がします、私の感覚では。でクッション性もすごく強いですし、もう本当慣れてしまったらこれ以外履きたくないなっていう方が続出するんじゃないでしょうか。まだの方はぜひお試ししてみてください。でこちらの特徴がですね、このアッパーの部分がスウェードっていうのは引き続き継承しています。でまずボアシステム、ダイヤルですよね。ダイヤルでカチッとして締めればどんどん締まると。そして脱ぐときは外せばすぐに緩むことができると。こちら一番の特徴になってます。まあ、前の動画でも新しいシューズに入っているステッピラーという新しいソールの素材ですね、仕組みで、フォームウェーブというここのかかとの部分ですね。こちらはですね、2層の高度の異なるミッドソールを波形形状に重ね合わせた水のウェーブ構造により安定性とクッション性を実現しているという、そんなソールになってます。でこちらですね、ニューメダルソールということで、着地時の安定感を求めるプレイヤーにさらに良くなったよと。でクッション性の概念を追求した新ソールにリニューアルしております。で先ほど言ったここにあるステッピラーというものですね、力強く踏み込んだ時にここのピラーがですね、この部分ですね、これが外側に傾くんですね。で踏み込んだ際、まあ、こういうふうに踏み込んだ際に生じた衝撃を外側に逃がすようにしてすぐに戻れると、そんな優れものになってますね。さらに SP4 に比べてかかとクッション性が 110% アップします。さらに足に優しい、本当に安定性とかクッション性を求める方にはより適したシューズとなっております。そんな SP5、 カラーリングは今回ですね、白はピンクで、ここがグレーで、水野のマークはですね、黒に、まあ、ピンクのシャドウが入ってますね。これも男女ともにすごく使いやすい色なんじゃないでしょうか。私はとても好きだし、ちょっと履いてみたい。で持った感じやっぱりね、軽いっすよね。全然これ履いたから重くて動けないってことはないと思うので、ぜひ気になる方は新しいシューズとしてこちらの SP5、 本当に大人気商品なので使ってみてもらえるといいかなと思います。まあ、長々ね話しても飽きてしまうと思うんで、こんぐらいしておきますけども、続々と、まあ、シューズ、アパレル、そしてラバーもですね、キューパワー、最近私サブの動画でもよく使ってるし、いつも使ってるんですけど、まあ、いろんな方に試打してもらったりして感想も聞きたいですし、まあ、あれを使った技術動画もね、これからどんどん出していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。これからもぜひよろしくお願いします。今回は SP5 新しいやつの紹介でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。